山田さん、このかっこいいキザっぽいマギーと、まあ、まさにこの質実剛健タイプの輪島異色対決なんですが、どの辺に注目されますか。そうですね、まあ、あの相手のトムマギーが、おっとマギーが仕掛けましたね。動きの速い選手ですね、はい、であの筋肉質のこの体、はい、まあ、輪島選手の思い切った投げ技が効果があるんじゃないかと、思うんですよね。しかしトンマギーはその力と動きを利して、おそしてトップロープから飛び降りました。場外戦を輪島に挑んでいます。この元キックボクサーという中にこのキックパンチは、威力があります。そして怪力です。さあ輪島をエプロンサイドにガーンと、その顔面を打ち捨てました。そしてキックです。マギーが今日は積極的ですね。そうですね、はい、あのこのところね、輪島選手の頑張りがね、はい、あの非常に目立ってるだけに、はい、トンマギーとしてはここで一発食ってやろうという気持ちあるでしょう。ご覧ください、このパフォーマンス、輪島場外でありますが、もう勝ったような気分になっています。トンマギー、一方の輪島は前回放送の後楽園大会、天竜原組との対決で必死のトペを見せました。その輪島場外へ一呼吸入れます。ちょっとこのトンマギーの前半の構成に押されています。さあ登ってくるところを輪島を捉えました。さあそしてその輪島をボディースラムです。そしてあーっとギロチンドロップを落としました。馬場さん、ここまで非常にトムマギーが非常にいい動きを見せている、いるんですけれども、このトムマギーという選手もこの2回目の来日ですが、どんどん調子を上げてきたようですが、どうご覧になってますか。そうですね、まああの、持ってるものをフルに今出しているような状態ですよね。でもまあいろんなね細かいとこはね、まだダメですよね。あ、そうですか。その辺を輪島がどうこの隙をついて攻撃に展開していくか。さあこの辺のディフェンスです。さあ突っ張り輪島の突っ張りです。そしてすくい上げ、さあ攻守が入れ替わりました。輪島が攻勢を取っています。さあゴールデンアンボンバー、さあこれでフィニッシュか。そのままキック攻撃に取りました輪島であります。まあこの今日は最終戦なんですが、今シリーズ振り返りまして、ジャイアントの馬さん、この輪島は全体的にどうでした。そうですね、まあまあ、無難にね、はい、やりましたよね。あ、そうですか、やっぱりね、ブローディーだのね、はい、天竜、そういうやっぱり超一流に当たるとやっぱりちょっと戸惑うところがあるんですよね、まだ。さあトムマギーには完全に構成を取っています。お、逆エビ固め、ギブアップです。山さん、ギブアップですね。あ、やはりね、ちょっとマギーの体がね硬いので、思いっきり入ったのが効いたんでしょうね。